はい、こんにちは、まえチャンネル前原です。はい、2015年こちらが最後の動画になりますね。はい、はい、今年はですね294本動画をアップしたということで、結構アップしましたね。294本、でも毎日アップしてるつもりだったけど294でね、いまいちだった。365日あるのに1年間。パパがインフルエンザかかっちゃったりね、まあもしくはなんだ 1週間に1回ぐらいお休みしてる時期があったりしたから、あ、まあ、そういうこともあってちょっと旅行行ってたり、そう、旅行行ってたりね、うん、ということで今日はですね、2015年に、あった、はい、マイチャンネル重大ニュース、はい、重大ニュースでもないけどそんなでかくもないし、うん、はい、をちょっとお届けしたいと思いますね。はい、はい、じゃあまず一つ目からいきましょう。はい、はい、まず一つ目はフロリダ旅行。はい、はい、2010年の末から2015年の頭まで、フロリダに行ってましたね。はい、ディズニーワールドにエイシン君初めて行きました。はい、すごい楽しかった。うん、うん、いろんなアトラクション乗ったし、でも飛行地でさ、うん、行く時間が結構、飛行機は結構つらかった。はい、そっかそっか。まあでもね、飛行機で最近もほらゲームできたり動画見れたりするからさ、うん、あの時にガムボール見れたじゃんね、アメリカ版のね、でも英語だったか、うん、そっかそっかそっか。はい、2番目ですね、はい、2番目は親子ライトセーバー対決ダースマイチャンネルですね。おー、これ今年の動画だったんだね。うん、パパが顔を塗ってね、エイシン君にブワーって刺されるやつでしたけども、それ2回やったね、うん、カイロレンのやつも今年の終盤にやりましたね。はい、はい同じようなストーリーだったけど、うん、もうちょっと工夫しないとダメだね。そうだね、はい、ちなみにこのダースマイチャンネルの動画は2月18日に公開してますね。2月、うん、今現在のところ172万回再生されてまして、すごい回ってるんだけど、うちの全部のねチャンネル全体の中で第4位にまで上がってきてますね。4位、すごいよね、びっくりしちゃった。こんなに皆さんからね見ていただけるとは思いもしませんでしたね、うん、はい、3番目、はい、3番目はエイシン君が幼稚園を卒園、そして小学校に入学したというですね、これまでずっとね遊びで学んできたところが本当のお勉強に変わったと、はい、いうことで、どうですかエイシン君。よかった。よかったの。あ、そう、割と勉強頑張ってるもんね、じゃあね、うん、算数も得意な方だし、うん、はい、じゃあ4番目、はい、4番目はスターウォーズ展、こちらをですね、はい、取材させていただきました。はい、はい、これはね所属している事務所のウームにですね、はい、そこで取材できないですかねって頼んだところですね、 OK が出まして、はい、で、一般公開前の前日に、取材させていただきましたね。すごい楽しかったね、あれもね、はい、はい、一番 屋上でねダースベイダーがいてさ、こうライトセーバーでこう写真撮りましたね、うん、はい、5番目は、NHK さんに取材していただいたという、うん、ものですね、うん、はい、渋5時問題、そう、 NHK のニュース渋5時っていうですね、平日夕方5時にやってる番組で一度取り上げていただいて、はい、でそれがですねこの前の年末のやつでももう一回出してもらいましたね、はい、びっくりしたね、あれね、うん、2回目だったね、うん、その時はマイクラゾンビのやつも入れていただいてね、ちょっと前と変わった感じになってました、うん、まあでも1分ぐらいだったかな、年末のやつはね、うん、そうだね、うん、はい、6番目、はい、6番目はスムージーチャレンジですね、はい、今年スムージーチャレンジを3回やりまして、うん、3回目はですねなんとスムージーチャレンジザコラボ、はい、ということで初めて本格的なコラボ撮影をしましたね、はい、はい、ココロマンチャンネルさんと2人は仲良しさんに、うん、コラボ一緒にやっていただきまして、はい、スムージー一緒に作ってどれが美味しいかっていうのをやりましたね、うん、2人は仲良しさんが買ったんだっけ。ああ、確かに確かそうだよね、うん、でもうちのはうちで美味しいと思った、美味しいと思ったけどね、でもカブトムシって言われたって。そうだね、そうだね、そうだね、中地さんに言われたね、カブトムシ。7番目、はい、7番目は梅麹蒸気機関車館。おお、もうなくなってしまいましたけどね、はい、終わる直前に、ね、そう、京都に行きまして、うん、なんとかギリギリ間に合って、もう行きたいなと思ってて、うん、それでよくね梅麹の動画アップしたり、うん、N ゲージの動画をアップしてる寺田茂樹さんに一緒に行ってもらったんだよね、うん、うん、あれがすごい良かった、うん、分かんないこともいろいろ教えてくれてね、それ楽しく、忙しいのにね来ていただいてね、うん、大阪からわざわざね、うん、はい、で8番目は福島県、うん、はい、福島県の、観光協会の関連でちょっと福島に取材に行きまして、うん、ダルライザーさんと、うん、お会いできたと、はい、すごいかっこよかったね、うん、ご当地ヒーローに初めて会って、うん、しかもこうマスクを、ね、こう外したりつけたり、そういうとこも見れたし、
面白かった、うん、あれはバイクのヘルメット状態と、うん、ちゃんとしたヘルメットと、そう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 、2つあるんだよね、うんうん、2つで、ダルライザーさんと白川をね、ちょっと点々と回ったりしましたね、うん、9番目はマイチャンネルマイクラゾンビですね、はい、さっきもちょっと言いましたね、はい、毎年恒例になりつつあるハロウィンのイベントだね、去年は、はい、マイチャンネルゾンビとしてやりましたけれども、今年はマイチャンネル、はい、マイクラゾンビ、はい、マイクラのゾンビになって、最初エイシン君ウェーって襲って、でエイシン君もゾンビ化して子供ゾンビになったのね。おしまった。そうそうそう、それでパイフェイスゲームをやりましたね、うん、あれも超楽しかった。うん、でもエイちゃん、あの最初回ると結構目回ったから。あ、そうだったの？5回でも。なんだ、そうだったんだ、言ってくれればよかったのに、うん、はい、最後の10番目に行く前にちょっと辞典、はい、うん、これ今年ねハマったこといくつかあるんだけど、うん、ね、例えば JAXA、NASA、宇宙兄弟、はい、宇宙関連のものにパパすっげーハマった、うん、だというか、まあ、JAXA とか NASA はもう昔から好きだったけど、うん、今年はね宇宙兄弟にめちゃくちゃハマりました、ね、パパは何回か見たんでしょ。基本的には大人向けアニメだからね、うん、あのアニメは99話全部見て、漫画も全巻見ました、うん、すごいハマった。宇宙兄弟の主人公のナンバムッタ日々と兄弟のフィギュアもプレバンで購入したので、うん、購入したんか。2月ぐらいに届く予定なので、届いたらレビューします。はい、他にはですね、マイクラにハマった。あー、そうだよね、あの、うん、これはゲームチャンネルでやってるんですけども、うん、マインクラフト P、うん、あとですね、最近昨日かな、生配信でプレイステーションエディションマイクラのね、うんうん、を生配信でやりましたね、うん、これも楽しかった、ね、すごく楽しかったねえ、うん、えちゃんすごいね、楽しくやってもらってね、よかったよ。でもなんていうかっていうと49分もやってたっていう。そう、49分やってたしね、うん、またやりたいと思います、マイクラの生配信はね、うん、はい、あとはポケモンを見始めたこと。あ、うん、映画をすごい見たね今年ね、ポケモンの映画、片っ端からね、昔の DVD 借りてきて見ましたね、うんうん、最後にベイブレードにハマったってのあるね、うん、うん、ベイブレード最近やり始めて、つい一昨日にもね、うん、ベイブレードの動画出したしね、うん、こうガラ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 回ってうん、はい、それではですね、今年の重大ニュース、はい、大ではない、今年の重ニュース第10番目はスターウォーズフォースの覚醒ですね、はい、とにかくスターウォーズ関連の動画が今年はすごく多かったと思う、うん、うん、それでまあ皆さんもね興味を持っていただいてね、公開前直前ということで、5日間連続でスターウォーズの動画ある、結局6日間だったんだね、6日間になっちゃった、うん、6日間だったんだけど、連続でスターウォーズの動画を出したり、ちょっと変わったイベントをしてみました。そうね、うん、今年はねスターウォーズイヤーってね、うん、言われてて、あのヨーダさん出すか久しぶりにね、スターウォーズイヤースターウォーズイヤーって言ってたけど、来年もスターウォーズあるの知ってますか皆さん。あ、スターウォーズのスピンオフの映画のローグワンっていうのが公開される予定ですし、その次の年はスターウォーズエピソード8で、その次の年はハンソロのスピンオフ、その次の年はスターウォーズエピソード9、はい、でその次の年はまた、スピンオフのボバフェット、はい、ということで、ここからまた5年間ですね、スターウォーズ連続して、公開されるんですよ。知ってました？5年間。そう、スターウォーズイヤーはまだ始まったばかりなのじゃ。多分これヨーダって伸びたかなと思ったんです。伸びてないよ、怖いこと言わないでよ、これは伸びてないよ。はい、ということで今年の重大ニュースをやってみました。はい、いかがでしたでしょうか。はい、ちょっとすっごい長い動画になった可能性があるけれどもすいませんでしたね。うん、最後までお付き合いいただいた皆さんありがとうございました。はい、はい、ということでこの動画がですね今年の最後の動画になります。今年も大変お世話になりました。はい、ありがとうございました。はい、また来年もですね、まいちゃんねどうぞよろしくお願いいたしますね。はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ、バイバーイ、バイバーイ。